137台中僕のいる場所らへんで110から120番目ぐらいなんで、何が取れるかわかんないですもはや。あ、やばい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 、これやばいこれやばいこれやばいやつや。何も開いていない。開いた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 、ちゃま開いた。前回勝つことができまして、何でしたっけ、靴マッスルトレーナー。はい、あ、初回で80キロやったものを、次回、え、次回の収録までに10キロ落とすってことですか。そう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 、だからあと1ヶ月ですよ。はーん、あれ1300円使って当たり1回しかいけずと、これ以上売りはないかなと思うので、この台はここでやめて違う台探してみます。ちょっとさまよったんですけど、何も開かなさそうなんで、とりあえずこの南国物語で売っていこうと思います。島一飽きそう。島で一番強い台じゃないでしょうか。はい、98とか234とかでビッグ出てきてますからね。これ2度投資1500万円オーバーで、本日3台目となります。はい、南国物語なんですが、初当たりも軽く、ちゃんと、ネームをしていると。で、初当たりでビッグ2回出てきてるんで、まあまあいいんじゃないでしょうか。うさぎの南国、まあ、一番いい南国にたどり着けました。あとはこれ分回すだけ、あと出すだけです。番長も、右の台から4台番長なんですけど、番長もかなり挙動いいんで、番長開いたら番長に移動してもいいかも。まあ、スイングなかった？なんか変な送りみたいな、なんかあったような気がすることもない。停止音遅れ、いい風当選ですね。いい挙動、一発目からはい、何もなし。総投資1550枚。これ何か引け、誰か。
少ないからの。こってりなのにしつこすぎない味がすごい良かったです。まあ、この後の時間パスロ頑張れる気がするんで、早く店戻ってパスロ打ちたいと思います。ほんまに暑すぎて。あんま何も考えられなくなってきました。もう見て早く渡ってくれ。一戦終了まで残り3時間くらいで、現在の投資は、800、あんまり、まあ、2500枚ぐらいまでじゃないと多分6打ててもまくことできないんで、まあ、今現状ねこれが6だったとしてもまぐれる可能性、まぐれない可能性ももちろんあると状況なのに、これ以上投資が打たれるのはかなりきつい。はい、よかった。360ゲーム、おー、ビッグ、さすが。でも一生モード打つのと関係ないです。ビッグ引き合い、この台のハザマリン3回目なんで、おー、まあ、スイングから同点があったり、あんだけ悪くなってそうな履歴をしていることを考えると下ではないのかなと、まあ、状況も合わせて、まあ、なんとかなんだり、ビッグはいいけどしやすいんで、まあ、履歴を見る際はそういったところを強くしているんですけど、まあ、でもこれで大丈夫だと思います。未来に座ってると思うんで、多分またゲーム4800。ここで追加投資、ビッグもいい
か。サムライ見ていきます。初当たりは軽いですね。228283644222224。ただ33ゲーム以降天国じゃないところでのビッグがちょい弱い。またまた少しハマり、もうすぐ3ステージ。これが続くとね、どうしようもないっすよね。千枚投資だいぶきついな。周りの状況を確認していきたいと思います。レギュラーもレギュラーは走るのは多いですね。各機種にお下げな台があって、全体的に強い台があってみたいな感じですかね。全体も全体的に強いな。今年2000枚オーバーなんでね、もう多分台のできて1回、まあ、まあ次逆転を目指すなら次はラストチャンスぐらいなんで、だから南国も十分怪しいですけど、なんかまあこれの方が確実だっていうのがあれば移動しますよ。で今日花々がありえへんぐらい強いです。忘れそうになってきてるって
期待できますね。通常画面さあ、なんとか自力でそう。
か、やめか、なんかしたいな。さあ、本日最後のロックにハマり、さあ、700台、759ゲームで当てないとだいぶきついんでね。まあ、6でも500、600、700とハマることは全然あると思いますし、まだまだ実績感があるよといった場合には追ってみても面白いのかなと思ったりするんですけど、もう今日に限ってはね、これに時間を費やしすぎてなかなか時間もないので、759で当たろうか全然当たろうか、32ゲームを超えた瞬間やめようと思います。さあ、運命のゲームが近づいてきましたね。ここは超大事。さあ、759ゲーム目、レアル700%、それ以外なら 50%、 お願いします。さあ、だいぶ厳しいですね。それではババンガー、自力、
も空いてないですか。まあこの時間になってくるともう A タイプぐらいしか機会がないんで、だからまあ A チームも空いてないし A タイプも空いてないし、まだ何本かあたり打てていくのかな。これはなちょっと待ちます。あんなに台選べたのに、もうこんな状況になってしまうんですね。やっぱいいホールを一回進むのが早い。もうちょっと探します。お祭り状態なんですね、この辺一帯は。バーッと3、4、5、6、7、8台ぐらい並んでめちゃくちゃ強いですからね。1000枚以上持ってると、いや素晴らしい状況は、かなり素晴らしい。諦めます。ほんまに空き台がないですよね。 ATR 地域でこう、まあ、残り時間精一杯一発ぐらいなんかこう引ければ頑張ってみたいな状況にすら持ち込めないぐらい空き台がないので、どうしようもないと。ハナハナとかジャグラーに関しても周りが強すぎて、弱い台ですら空き台になればすぐに確保されて分回されるという状況なんで、ちょっと頑張りようが今日はもうないんじゃないかなと。出番してる南国物語も悪い台ではないんでしょうけれども、まあ当たりがちょっと重すぎた、投資がかかりすぎてしまったんで、残念ながら諦めざるを得ないのかなと思いますので、今日はこの辺りで終了とさせていただこうと思います。お疲れ様でした。実戦の方が終了いたしました。皆さん結果の方がまだ全然分かっていないと思うんで、先に結果報告の方をしていきたいなと思います。投資2350枚、回収がなんと115枚ということで、マイナス2200枚ぐらいですか。惨敗です今日は、残念ながら。あお。なんでグッズをゲットできることができず、これですね、これをゲットできなかったと。なかったことになりましたね。今日の実践もなかったことにみたいになってるけどなんか全然うまいことなってないですけど、だからもう、まあ、次が最終戦というわけなんですけど、その最終戦に今日負けてしまったんで、残念ながら超高カロリーな昼食を取らされるということで、そんな時になかったことには必要なんですけどね、本来ね。自分で買います。ドンキホーテ行きます。はい、シンプルに山に登りたくないんで、この思いになんのに5ヶ月もかかってしまったことに後悔してます。ああ、もっとダイエット頑張ってたらよかったのにね。思いますね、遅かったっすね。遅かったね。いや終わってしまったか5ヶ月目も。はいはい、まあまあね、そんな簡単には痩せませんというわけで増えておりますでしょうね。まあご飯食べましたからね、はい、いや1ヶ月で10キロか。半年で10キロだったらどうにかこうにかいけると思ったんですけど、1ヶ月10キロとなるとだいぶ厳しいですね。僕は10キロ痩せるつもりで、
この1ヶ月頑張ろうと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。じゃあ、はい、あと1ヶ月頑張ってくださいよ、はい、頑張ります、はい、サミットで結果にコミット。ありがとうございました。さよなら。